4番2ページ第4章所得税額控除表紙を開いた、次のページの頭のところを見ていただきたいんですけども、ランクは A ランクとしておきました。で、所得税額控除、まあ出るは出るかなという感じですよね。2回に1回は出ますねという感じ。はい、で上場してたら 15.315、 非上場だったら 20.42、 だから 20.42 の可能性あるのは、非上場の株式を持っている時のみな、ですね、みなし配当だったり配当ですね、はい、になります。で、それ以外のところ、まあ、ですね、全額控除と、ね、大きな切り分けがありますというところですね。で、税率はここだけ違っていきますが、多分まあ数値として与えられてくるものを拾っていただければ結構です。まあ、反論中やりながら押さえていただければいいかなと思います。はい。で、計算パターンは、一応ですね、これ3つの区分に分けておきましょうという形で、まず2つですね、株式グループと受益権グループ、期間案分あるグループで分ける。で、その他の期間案分がないグループで分けるっていう形で、ちょっと区別しましょう。さらに、株主グループ、この説明見ていきましょう。はい、でこの、ね、株式 A 社からの中間配当が24万円あるんですが、計算期間は、令和2年の暦年1月1日から12月31日なんだよと。で、中間配当基準日は6月30日、半年で見ていると。で、この時ですね、株式が移動しているんですね。当社はですね、で一応4バー級、一応この画面の方で見てみましょう。中間配当の時にある計算期間というのは6ヶ月で考えてください。まず1月令和2年の計算期間の初日について、初日、ね、開始日については1000持ってるとしてください。で、私ね、その時点で持ってる時は四角枠にします。で、ここが計算期間ですけど、中間だとここが6月30日ってことですね。で、移動状況を見てみましょう。で、ここは取得したときはプラスって書いておきます。日付も書いておくかな。で、そうすると、1000株あったのが1000株というので、6月30日の基準日だと2000になります。で、ここで個別法で考えたときに、一応期末で2000株あるんですよ。で、期末で2000株あるから、24万円が源泉取ってるんだけど、これ、1000株は全期間だから、全期間持ってるから、1000株に対応する部分については全額控除取れるんだけど、ここ5月15日に取得したものというのは、取得した以降の、元本所有期間に応ずるものは控除取れるんだけど、この白いところは控除取れないっていう発想ですね。ここ控除 NG になります。こちら採用になります。で、この計算、わざわざ計算式組むかって言ったら、試験上そんなことしないんですね。こっちやんないんです。で、もともと、ここ見てください。ね、6分の2でしょ。2分の1でしょ。ね、こっちの方が有利じゃんっていう話なんですよ。それが2分の1と新規取得したものを6分の2比べていただいて、多い方を選んだ方がいいよっていう話なんですね。こんなの。で、この判断ができれば、トントントンと計算が進むという形ですかね。一応、回答上は作ってます。過去問チャレンジ上、ちょっと今、ちょっと確認できないんですが、こんな感じで出てますよって感じですね。やっぱりね、2銘柄、3銘柄、これ受け取り配当で出してるところが関連してるんですね。やっぱり受け取り配当で2銘柄出してれば2銘柄だし、3銘柄は3銘柄。ただ、それとは別のワーキングペーパー、ちょっと選票を書かないと、話にちょっと概念が違うので、ごちゃごちゃになっちゃうので、ちょっとなかなかね、やりづらいところですね。で、これゴリゴリやれば合う形なので、令和は、ちょっとね、問題として30と28を取り上げましたが、明らかに個別が有利、明らかに関連が有利っていう年があるので、そこはやっぱり余計な計算処理に時間がかかっちゃいますが、平成28年については両方ともね、ちゃんとやっとかないとダメだということと、ね、ここ、いや、ちょっとまとめしていきたいと思います。はい、4番22ページになりますね。所得税額控除になります。はい、所得税額控除取扱別表4では、法人税課から控除される所得税ということで加算。はい、で別表1は法人税額から税額控除取りますし、控除所得税額です。はい。で、期間案分については個別法、所得税額×、はい、分母は計算期間、分子は元本所有で、期間の月数で、ここの分数を先に計算します。第2は切り上げ。で、1ヶ月未満の端数については、これ1ヶ月とすります。切り上げっていうかね、そういうふうに考えていますね。はい。で、勘弁法は月数じゃなくて、ババア2分の1、B 分の A 足す B-A かける2分の1、小数点が取り扱い一緒。3位未満は切り上げになります。A というのは開始時の元本数。E というのは終了時の元本数になります。はい。で、この中で、株式グループ、受益権グループごとで、有利選択をしてもらうという形になります。はい。よろしいでしょうかね。今過去問にチャレンジで皆さんの到達ここまでやってほしいっていうところを提示しましたので、他のことはあんまりやらなくて、結構です。でしたがここまでとしたいと思います。